岡田進む日は、東京都梅市出身の競輪選手。日本競輪選手会東京支部所属。日本競輪学校第85期卒業。師匠は、富山健一。東京都立八王子工業高等学校。在籍時代、1998年の全国高等学校選抜自転車競技大会、個人スプリントで優勝。1999年、 日本競輪学校第85期生として入学。在校成績32位で卒業し、2000年8月14日、ホームバンクである、慶王閣競輪場で、デビュー戦を迎え、初勝利を挙げた。2002年には、ヤンググランプリに出場し、渡辺哲夫に次いで2着となったが、2003年も、ホームバンクの慶王閣で開催された、ヤンググランプリに出場し、エビネ、 ケータの番手から直線抜け出し優勝した。2011年の共同通信社早き、本番決勝5着。2012年、最後の開催となった東日本大座決定戦、決勝2着。3月に開催された第65回日本選手権競輪では、決勝4着。5月には、別府記念競輪で記念初優勝を果たし、これらの活躍により年間獲得賞金上位となった。 ため、地元の慶応核で開催されたケ l リングランプリ2012への初出場を決めると、共に2013年の SQS 半角付けを決定させた。ありがとうございます。